川辺駅は、青森県南津軽郡田舎建村大技、川辺朝城西田にある、東日本旅客鉄道の駅である。大宇本線と五能線が乗り入れており、大宇本線を所属線としている。この線は当駅が路線としての終点であるが、臨時快速、リゾートしら上を含む、全列車が当駅でスイッチバックし、大宇本線広崎駅方面に直通する。 短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ地上駅。互いのホームは湖泉橋で連絡している。かつては二面四線で、四番線が広南鉄道黒井線の発着に使用されていたが、黒井線は1998年4月1日に廃止された。二千二十年現在、四番線だった部分には柵が設定され、 線路が撤去されている。広崎駅管理の業務委託駅で津軽大ブロックのブロック超配置。駅舎には自動券売機、緑の窓口、乗車駅証明書発行機、待合室がある。なお、当機は校内やポイントなどの除雪のための除雪要員2名が配置される。一番線に主側に側線があるが、この側線はかつて、 ノスタルジックビュートレインを牽引するディーゼル機関車の入れ替えに使用されていた。現在はバラストを積むホッパ車の留置に使用されている。また、かつてはこの側線に架線が張られていた。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は260人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。注釈出展。 広島南川部駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。